気温とかも来るからね。おはようございます、あいかです。ホテルに到着しました。今日はですね、珍しく品川泊ということでマリオットホテルに来ました。で今はね、クライモ待ちです。髪も下ろしてきたので、今日はこの後ヘアセットをねしてもらう予定です。今回はですね、ワルモンさんのレセプションパーティーに呼んでいただいてまして、そちらの動画はまた別で上がると思うんですけども、今回は Google さんプレゼンツということで、今撮影している Google Pixel のね最新機種ですね、 8 Pro、 こちらとこの Pixel Watch 2ですね、こちらをね使いながら Vlog 的にねいろいろと撮っていきたいと思います。それではよろしくお付き合いください。まだ朝の時間早いんですけども、チェックインできるということだったので、恒例のルームツアーやっていきます。結構広いです。ここで、こっちがお風呂ですね。これ買ったやつ、楽器バッグです。ちょっと片手でうまく鳴らせないけど、これは一目惚れしてお店では買わなかったんですけど、結局ブランドから直輸入しました。関税が余計に3600円かかってしまいました。今日のドレスは袖がリボンになっています。お部屋はこんな感じですね。すごい綺麗ですよ。はい、それではね、ちょっと今からクラッシャー妹が軽くブレイクタイム挟みたいということなので、ちょっと下でお茶できそうだったらお茶してからね移動したいと思います。下のラウンジに来ました。クライモがですね、いつになくちょっといろいろとつけてるので紹介してもらおうと思います。これはどこのリングですか？ショパールの。これはすごい昔ウィーンに行った時に衝動買いしたやつ。わー、ショパールをウィーンで衝動買い。たまたま。ちょっと、かぶりいい話ですね。これは、ティファニーの、なんか重ね付けしたら、こう、いいよ、みたいな。あ、じゃあ結婚指輪と婚約指輪。そう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 。かわね、手首ロレックスだもんね。ちょっと今日。違います、これショパール。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。手首ね、切り落とされないように気をつけてもらって。精一杯のお目がきちんと。あ、なるほど。した方がいいかな。えらい。ちなみにワンピースどこのでしたっけ？ワンピースはでも、ヴィンテージもののグッチ。ということで、今日のクライモファッションチェックでした。お昼ご飯食べにイタリアンなレストラン。今回はエビのパスタにしました。いただきます。クラッシャーのパスタの上のこのキャビアが本物なのかどうなのかって話になって、すごい神妙な顔で一口食べたから分かるのかなと思ったら分からん。どっちなんでしょうね。まあ金額的に多分ありえんと思う。あ、なるほど。まさかなんですけど、厳密から銀座シックスに行く地下道の存在を今日初めて知りました。いつも雨降ってても外が晴れてて暑くてもずっと文句言いながら地上歩いてて、ワンチャン地下で繋がればいいのにとか言ってたら、普通地下道がありました。え、これいつからだったんだろう。最近できたの。ホテルに戻ってきました。パーティーの様子はまた別途動画で上がるかなと思います。お疲れ様です。ちなみに今日はグリーンがドレスコードだったので、この前インスタに上げてたんですけど、髪飾り自分でちょっとビーズで刺繍したりとかしたやつと、あと同じヴィンテージショップで買ったイヤリングですね、ここでグリーン取り入れました。あと爪っていう感じで、ちょっとグリーンも取り入れつつのコーディネートで行ってきました。はい、ということでお風呂から出てね、スキンケアもしました。バルモのねパーティーの動画の方に入れると思うんですけど、ちょっとそのスキンケアをね今日はクライモさんにも体験してもらってよかったんだよね。ざっくり言うと最高。えらくね気に入って感動しております。で私はですね、ちょっとお腹が空いてきてるんですよ。でコンビニによって買ったものがあって、ちょっと今日はそれを皆さんに紹介したいんです。ファミマで買ったタンパク質 7.6g タンスティック。これ私インスタのストーリーでも言ったと思うんですけど、ファミマ行ってなんか買うってなったらこれ。しかも私はこの瀬戸内レモン味派、これがさっぱりして美味しい。ちなみに 42g で1袋 88キロカロリーということで、夜食べるのにもぴったり。ぴったりではない。胃的にはね、ぴったりではないかもしれないけど。これ本当私がおすすめして、クライモさん用に買ったんですけど、なんかね、珍しく彼女が、なんか私もうお腹いっぱいとか言ってるんで、私だけ。いやいや、でも、あ、食べないとは言う。あ、そう、まあ食べてね。あ、もう匂いが淡だわ。
美味しい。まあ、食欲湧いてくるんやけどさ、これ。美味しいでしょっていう私のちょっと好物の紹介でした。おはようございます。朝の6時27分です。朝食を下に食べに行きたいと思います。今日は午前中バルモンのトリートメントの撮影に行って、その後ちょっと日本橋の方に久しぶりに行こうと思っています。それではちょっと身支度していきます。ビュッフェ形式なんですけど、まあサラダと卵料理は選べて、今日は珍しく目玉焼きにしてみました。で、あの和食コーナーにあった醤油かけた。で、果物いっぱいあったので果物取ってきました。あとイチゴのスムージーとコーヒーでね、なんかちまきがあったので、ちまきとこの肉まんはクラッシャーのやつ、蒸し餃子、とりあえずこれでいただきます。品川駅でなんかできてる、すごい。この動画は Google の提供でお送りしています。品川から東銀座にね来たので、歌舞伎座のところの改札で降りてみました。このシーンで、実はですね、Pixel 8 Pro 音声消しゴムマジックというね機能がついていまして、このスマホの中でね音声をきれいに修正することができます。まず動画を選んだら、品川から東銀座にね来たので、歌舞伎座のところの改札、外撮影なのでこんな感じで雑音が入っているんですが、編集を押して音声ですね、この音声消しゴム、そうするとサウンドを特定していますという風に出て、こんな感じでね、声、ノイズ、自然、風っていうね、でそれぞれをいじることもできるんですが、ここで自動、そうすると勝手に調整してくれます。品川から東銀座にね来たので、歌舞伎座のところのガヤガヤした場所だったりとか、風の音だったりとか、そういったものが入るシーンの動画でも Pixel 8 Pro 本体で修正することができます。すごい、こんなに私至近距離で見たの初めてだわ。ちょっと感動する、でっかい。ゲラに来ました。 B ボトルをオーダーしようかなと思っています。こちらのボトルでオーインペリアルをですねオーダーすることになりました。部屋に戻ってきたので今からデータ整理していきます。ちなみに1万3000歩歩きました。肌復活トリートメント、なんかこう復活ちょっと待って、もう頑張れ、クラッシャー疲れてるからね。別に読めなくてもいいよ。紹介以外のこともメンバーさん向けのねサムネ用のフグちゃんが上でスタンバイしている、こんな感じでフラッシュはいつもサムネを作っております。お、できましたか。こんな感じでいいかなと。ありがとうございます。じゃあこれで今日は行きましょう。 YouTube ライブ終わりました。でもう一プロ浴びてきました。あーでもね、よく喋ってシャワーも浴びたからちょっと暑いですね。お水しっかり飲んで今日は早めに休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。軽くねシャワー浴びたのでスキンケアしていきます。今日もね結局ホテルで朝食食べることにしました。山盛りフルーツとサラダ、脈絡ないんですけど、ちまきとお味噌汁、オムレツを今焼いてもらってます。それとオレンジジュースですね。すごい取り合わせだけど、これで食べたいと思います。いただきます。はい、じゃあね朝食食べて戻ってきました。荷物もねある程度片付けをしたので、そろそろ移動したいと思います。いいお部屋でした。またマルシェ的なところに来たんですけど、めちゃくちゃ美味しいので買います。
300g が得らしいです。え、だってこれだけ入って950円でバグってない？これとどんだけナッツ好きなのって感じだったら、これ買います。これも買います。